ボンプラスワンのシンペイです。マンペイです。皆さん YouTube 好きですね。はい、はいはいはい。今回の動画はですね、はい、やっぱりこう双子でよかったなって思うことないですか？双子でよかったこといっぱいありますね。ありますよね、はい、そうだからその今回の動画はその双子でよかったことをお互いにトップ3を発表して、双子の気持ちをちょっとこうなんかね、双子の人は共感できる部分もあると思うし、なるほどなるほど、双子がこういうこと考えてんだって思ってくれれば嬉しいし、はい、っていう動画です今回は。本当にわかりました、うん、で書くか。じゃあ早速、はい、双子でよかったことちょっと3つぐらい、はい、3つトップ3、はい、トップ3書きたいなと思います、はい、じゃあ僕から、第3位はこちらです。はい、寂しくない。なるほどね、うん、これはやっぱり小さい頃からそうだったもんね。そうそうそう、やっぱりこうなんか初めましてのところに行く時とか、うん、どっか行く時とかも一人で行くことってやっぱ少ないからさ。そうだね、だからこれはね本当に、まあ、寂しくないのと心強いのがやっぱり双子の特権なのかなと俺は思ってる、まあ、悪いこと言うと甘えちゃう部分もあるんですけど、うんうん、でもなんか、うん、この寂しくないっていうのはでかいかな。うん、なるほど、うん、じゃあ僕はこれです。やっぱこの芸能、まあ俳優を10年間、前にやらせてもらってたんですけども、その時に僕はね最初に誘ったんですよ、マンペを、うん、まあ俺が芸能をこう誘ったっていう、どっかでこうプレッシャーっていうかこうマンペに申し訳ないなっていう、誘っちゃった側っていうのもやっぱあったし、それもやっぱ感じてたけど、結果的にやっぱりマンペイとできて、この芸能を10年間できて本当に良かったなと思ってるので、ちょっと恥ずかしいけどね、感謝してもらっていいですか。じゃあドン、常にプレッシャーを感じられること。まあさっき甘えてしまうっていうのもあったんですけども、やっぱりなんかこう心配マンペイが動いたことによって、あ自分も動かなきゃいけないっていうのを常に俺は感じていて、なんかこう動き出した時に俺も動き出さなきゃとかっていうのはなんか、ね、常にあったかも。俺は仕事をやる上でもプライベートでも、そう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 、まあだからこれがすごい俺の中でこのプレッシャーっていうものが、なるほど、うん、まあ、比較されるじゃん双子ってさ。まあね、それはもうつきもんですから。そうそう、というわけで僕の第2位はこちらです。相乗効果ですね、うん、これはですね近いね俺とね、結構これ近かったね、うん、あのまあ、勉強もそうですけど、小学校の時から、まあ、スポーツもそうですけど今もそうなんですけど、お互いにこう高め合えるというか、で例えば、まあ、すごくいい仕事をしましたっていうところにやっぱ悔しいって思うところがあるから、俺も頑張んなきゃっていうのでこうお互いこう登っていくじゃないですけど、お互い高め合える、結構だから似てるね。似てるね。第1位お願いします。俺から発表するね。じゃあマンペの第1位はこれです。ドン、何？人に覚えてもらえる。本当にね、人にまず覚えられるんだよね俺だって。でコミュニケーションとか言ってるのは絶対新平マンペ双子クイズから入るんですよ。どっちって言って、どっち、ちょ待って当てたい、ちょ待て待て待て、マンペ、マンペ違いますみたいな、正解ですみたいな、1個のコミュニケーションがもうその時点ですぐ生まれるからできちゃうんですよ。頼っちゃいけない部分もあるけど、やっぱりこれは強みだよね。強みだと俺はだから一人で、俺逆にもう一人でもこう勝負する人っていうのはやっぱりすごいなって、うん、自分の魅力、自分のねそのね個性で人を引き寄せるわけだからさ。まあでも俺ら双子だからやっぱりこれはね得だと思うし、人に覚えてもらえるっていうことは、うん、これからの人生でも武器にしていきたいもの、うん、というわけで僕は第1位はこれです、はい、欲しいものが手に入りやすい。帰れお前も。高木万平新平に限ってのことかもしれないですけど、まあ、双子によっても服のサイズが違ったりテイストが違ったりとかってあると思うんですけど、似てる分ね、こう買い物行った時に万平に着させるわけですよ。だからなんだろう、俺が着るよりもこう客観的に見れるから、それはそうだな。で万平に着させて、うん、もうそれ買った方がいいよって言っ
買わせて、実は俺が来たいから買わせるみたいな。最低だなお前。例えばそれを2人でこうちょっと意見があったら割り勘で買う。割り勘で買ったことあったよね。割り勘で買ったこと結構あったんですよ。どっちが着るかでマジで揉めるよね。だから結構買うとき満遍に聞いて、一緒に買おう、いいんじゃないとか結構だから、ね、シェアしたりできる、そうシェアできることもいいですよね。結局物欲。はい、はい、はい、ということで、まあ、双子で生まれてね、いろいろいい経験をさせてもらってるけど、やっぱ苦い経験もたくさんしててさ、でも今ねこうやって香港で動画撮ってワンプラスワンを立ち上げてさ、うん、まあ、双子でよかったなっていうふうにすごい思ってるし、二人じゃなかったらこのワンプラスワンもないですから。ないね、はい、やってないね一人じゃ。そうですね、まあ、双子だからっていうことで、またここからねワンプラスワン広がって、うん、たくさんの双子と出会うことになるでしょう。はい、出会いたいです。ワンプラスワンではね、これからもっともっとこう双子の人とコラボしたいとか、はい、もう大きなこと言うと世界中の双子に会いに行くぐらいの気持ち。そうですね、イベントやったりとかもしていきたいなと思ってますので、はいはい、ということで今回は、うん、双子で良かったことね、ベスト3を発表しました。はい、ありがとうございました。こんな感じでした。バイバイ。バイバイ。